こんにちは、東北大学のスプリンです。外国語、英語を含めて外国語の、スピーキング宿題の、コードの説明をしたいと思います。一応皆さんにこのファイルを送りました。スピーキングホームワークベース。これはワードとか、TXT として開けても大丈夫なんですが、一回開いてみてください。開いたら、いろいろと説明があります。私が一応この動画で細かく説明しておきます。まずはこのアプリを使いたいのであれば、このコードを使いたい場合は、まずは Google Sheets のところに行かないといけないです。で、どうやって行くかというと、まずは、自分の好きなブラウザに行ってください。Google でちゃんと自分の東北大学のアカウントでログインしてください。この辺りに来れば Google ドライブに行けますね。Google ドライブに来たら、例えばこの授業の中で作るのだったら、ここでもいいんですけども、どこでもいいんですが、どこかで、Google シートを作ってほしいです。右クリックをすれば Google シートというところがあります。新しいものを作りたいです。Google シートできたら、これは何でもいいです。自分の好きなタイトルにして大丈夫です。この後、そうですね。次のところに行きます。Google Sheets のメインシートの名前を Answers に変更してくださいっていうところがあります。それどうやってするかっていうと、Google Sheets に戻って、この一番下のところに Sheet 1っていうところがあるんです。隣に三角があって、これをクリックすれば名前を変更が出てきます。ここに Answers を書き込みます。綴りは気をつけてください。必ずしも大文字の A が続けて、 NSWERS は全部小文字じゃないといけないです。そこを間違ってしまうと機能しませんので、気をつけてください。必要はないのですが、ここに、1行目に自分の好きなように、デートとか、学籍番号とか名前とか、こういったものを入力することができます。これ必ずしも一番上に来るようにするのは便利なんじゃないかなと私が思います。おすすめです。そこで定着させるためには、ここの表示のところに来て、工程っていうところはあるんですけれども、1行をクリックすれば、これが A までも一番上に来ます。後でデータが処理しやすいです。学生の、データを管理しやすい、管理しやすくなるんじゃないかなと思います。じゃあ、一旦ここに戻ります。下記のコードをコピーして、アップススクリプトにページしてくださいっていうところがあるんですが、それをどうやってやるかっていうと、もう一回 Google に戻ってください。Google Sheets のところに、ツールじゃなくて、これなんて言うんですかね、拡張機能のところをクリックしてください。1、2、3番目の Apps Script というところがあるんです。そこを一旦クリックしてください。これがあると、まず code.js というところが自然と出てきます。ここに先ほどの、ひとまずのところは入れてほしいと思います。じゃあ、この Apps Script というところにこれコピーペースト。一応ここからですね、ここまで、この線が引いてるのは、線以外のところはコピーペースしないです。ここだけです。ここをコピーして、先のところ、これを一応上にこれ削除して、右クリックしてペーストですね、貼り付け、貼り付けですね。あれ、あれ、どこにいた？コピーして、貼り付け、あれ、切り取りをクリックしてしまった。ごめんなさい。できました。コピーペーストしました。
これだけです。一応先に answers にしましたけれども、 answers が嫌のであれば answers じゃなくてもいいんですが、ここのここと先のここ必ずしも一致しないといけないんです。一致してないと機能しませんので気をつけてください。書いても構わないんだけど、こことここは必ず同じことになってください。じゃあ一旦戻ります。3番目、黄色いハイライト URL を入れ替えてください。Google Sheets の URL をコピーして黄色いところにペーストします。それどうやってやるかというと、ここに URL と書いてあるんですね。一旦自分の Google Sheets に戻ります。ここをクリックして、これもコピーして URL のところに URL を削除して、このちょんちょん、この引用マークの間に、貼り付けをします。この引用マーク、このちょんちょんは消えないように気をつけてください。消してしまったらもう一回つけてください。はい、そういうところです。はい、今度はこれ一旦セーブしましょう。その次やらなくちゃいけないのは、すみません、ここまでは完了です。一旦終わりました。今度このページ.html のコードっていうところになるんですけれども、もう一回自分の、ところに戻ってください。このファイルのところにですね、プラスボタンがあるんです。プラスボタンをクリックしますね。ここをクリックして、ここスクリプトと HTML の両方あるんですけれども、HTML を作成してほしいです。で、この、HTML ボタンを押して、今度名前を付けないといけないです。この名前は一応ページにしないといけないです。一応、ここも何でもいいんですけれども、これとこれは必ずしも一致しないといけないんです。じゃあ今度このコードのところは終わります。一回ページのところに来てください。ページのところに、これが出てきます。一旦この、docs ファイルに戻ります。AppScript の中で新しい HTML を作成しています。これは先にやりました。下記のコードをコピーして、その先の HTML のところに貼り付けることをします。これはちょっと多いですので、ここから、ここをクリックして、Shift ボタンを、長押しして、一番最後まで来て、こういうところまでですね。ここまで来て、これもコピーします。そしてもう一回ここに戻って、これ全部いらないです。一回消してください。そして右クリックして、貼り付けですね。貼り付けをします。私、今、一つ、ちょっとだけ、すいません。今、私がやってること、ちょっと気にしないでください。OK。で、これも、一旦、保存しましょう。セーブ。で、もう一回、ここを確認しましょう。1番と2番が終わったんですね。ここもコピーペーストしました。今度は青いハイライトのところ、自分の好きなようなテキストに入れ替えてください。今のところだと、question mark 先生のスピーキング練習課題ってなってるんですけども、これは入れ替えた方がいいと思います。自分の名前を入れたりして、こういうかっこ悪い名前は嫌だったら、まあ、違うものに書いても全然構いません。ここ一応アプリの説明があったりするので、こういうところで書いたいと思うのならば、ここは勝手に書いてもいいです。一応今のところで学籍番号、氏名、何曜日の授業、何工事の授業っていうところを入れてるんで、青いところを変えれば、普通に機能します。何も壊れることはありません。ただし、学生のところに表示されるところが変わるのだけです。なんで、そこら辺は、あんまり、
難しいところじゃないんですので、それぞれ各自で書いていただければと思います。すみません、この4番は必要なかったです。私今ちょっと削除します。皆さんの目の前のところは多分ないはずです。これをすればまた、ここに来て、多分大丈夫なはずなんですね。で今度は何をやらなくちゃいけないかっていうと、ディプロイというところですね。ここをクリックしなければなりません。これは新しいディプロイ。これは1回目ですので、ここを選択してください。で、種類の選択のところにギアマークをクリックして、ウェブアプリにしましょう。で、これは、名前をつけてください。例えば、ホームワーク1とかですね。で、これは、自分の東北大学の ID で大丈夫です。今度、重要なのはアクセスができるユーザー。ここは自分のみではなく、国立大学法人、東北大学内の全員を選択してください。これを押さないと学生は使えないなんで。でそしたら、Deploy というボタンをクリックしてください。ちょっとだけ1分ほどかかるかとは思うんですけれども、ウェブアプリの使用するならデータへのアクセス、ここも強化してください。自分のところ選択して強化します。今度ここの URL が出てくるんですね。ここをコピーボタンを押してください。これで完了です。一応この URL なくなったときは、ディプロイのを管理というボタンをクリックすれば、いつでもここ、ホームワーク1の URL をコピーすることができます。コピーして、このリンクを学生に送ることができます。学生に送ると、例えば学生はここにいるだとしたら、このように出てます。私何も書いてませんので、クエッシュマーク先生のスピーキング練習。このようになってるんです。で、1,2,3,4,5,6,7,8,9。で、発話、今英語の設定になるんですけれども、間もなく、その言語の、切り替えのやり方を教えます。ここ、話すを押すと、ここに赤いボタンがある、赤い点滅しているところがあるんですね。You have to wait for the light to go off. すいません。私、今度停止ボタンを押してます。多分、Google しか出てこなかったのは私、英語の設定になっているのには、私、ずっと日本語喋ってたからです。この、送信ボタンを押すと、送信成功しましたって、全部、1に戻るという感じで、こうやってここに書き込まれました。一応順番としては、何曜日の工事。で、ここは回答だったんですね。このように設定すれば、どんな学生でも、学生がやると、だんだんここに書き込んでくれるんです。こういうごく簡単なこのように、簡単なところなんですけど、こうやってスピーキング課題はできます。じゃあ今度は、言語の設定ですね。ここもすみません。私今気づいたんで、後でちゃんとワードファイルに入れておきますが、ここなんですね。ここ一応、ここが言語なんです。あとで私がちゃんと、ワードファイルの中に指定しておきますが、ここを、緑色にしましょう。ここは言語にの設定にしなくちゃいけないんです。私、あとでここでリンク貼りしますが、すみません。この辺りに入れておきます。
一応私リンクを送りますが、ここにリストあるんですが、自分の好きな言語の設定にします。まあ、一応同じ英語でもいろいろあるんですね。ここ一応私はアメリカ人で、大体アメリカンイングリッシュを教えてるなわけなんで、私だったら多分英語の、米国ですね、これを選択すると思います。ここをコピーして、このところに貼り付けます。そしたら英語設定になってます。一応例えばドイツ語とかフランス語とかだといろいろあるかと思うんですけれども、このここら辺とかが多分デフォルトのところ、多分一番標準的なところで、それはそれでいいんじゃないかなと思うんです。ただし、スイスで教えてるフランス語とか、自分の名前がそれに近いで学生にそのような名前を教えてるとか、ドイツ語だと南ドイツだとイヒがイシとかになったりするので、まあ、そういう教え方してるのだったら、オーストリアのドイツ語にした方がいいのか、ドイツのドイツ語とかスイスのドイツ語とか、まあ、そこら辺は自分の好き勝手にでいいと思いますが、そういうところをやっとけば、とりあえずスピーキング課題ができます。一応説明が以上ですが、わからないことがあったらまたいつでも、私スプリングまで教えていただければと思います。よろしくお願いします。